じゃあ、体幹のメニューに入っていきます。で体幹は全部で10種目やっていきますね。でまず最初、おへそよりも上のトレーニングをまず2種目入れます。膝さする腹筋っていうのとチンアップっていうのをやっていきます。で多分やったことあると思うんですけど、膝を曲げて寝た状態からまずは体を起こします。ですからこの状態でお腹の上の方収縮入っているので、収縮入れっぱなし、顎を引いた状態から膝の前に持っていく感じですか。これをこれぐらいのペースで50秒間繰り返していきます。いいですか。これが1種目目で、上腹部もう1種目はチンアップという動きです。手を前に出していって、ではこちらでもこちらでもどちらも大丈夫です。その位置から真上の上に下がったら上がっていく。いいですか。できるだけ高い位置まで上がれると理想的です。いいですか。これチンアップって言います。これが2種目目で、終わったら今度はレッグレイズです。3種目目、おへそよりも下の動きですね。下腹部のところを狙いに行きます。まずは足を下げて、上げたときにお尻を真上にぐっと上げていきます。下げて、下げて、こんな感じで繰り返してやってください。このおへそよりも下目意識して、特に上げるときに下腹部使うので、しっかりと意識してやるようにしてください。で4種目目、今度はさらに下腹部ね、この状態から足を上げておいて、つま先をまっすぐした状態からバタ足です。できるだけ細かく速く、股関節の辺をしっかりと使えるように動かしてください。いいですか。これが4種目目です。で終わりました。じゃあ今度は横に寝ていきます。こんな感じです。足はクロスをされているかもしれません。足をクロスした状態で上の手は腰に手を当てて、こんな状態から足を上げていきます。この時に使うのは下の側腹部、横の体幹です。ここでグッと上に上げていくイメージでしっかりと上げていきましょう。ですか。これ左右交互にやっていきます。でそれが終わったら今度はサイドクランチです。サイドクランチは片足を上に上げておきます。こんな感じで、ですか。そこから肘を使っていいので体を起こしていく。こんな感じです。いいですか。これも上の方の腹筋、ここに刺激入ってくるので、ここを意識しながら畳んでいくイメージです。これがサイドクランチです。で今度はねじる動き、アクティブカウンターっていうと、シワツイストっていうのをやっていきます。アクティブカウンターは片足を曲げた状態、右足を曲げたら左の手からクロスをしていくイメージです。左の手を出して右の手を掴んじゃいます。ですからこの位置から上げてクロスする。ポイントは最後にしっかりとクロスさせるのがポイントで、ねじっていくという動作をやってください。こんな感じです。上がったらねじっていく。ですか。これがアクティブカウンターです。でそれが終わったら今度はロシアンツイストです。体の位置を、足のかかとを上げて手を前に、この位置からねじっていきます。ポイントは、手を動かしているように見えて、体をねじりで手が動いているという感じのイメージを持っています。前から見るとこんな感じです。足がバタ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 しないように、できるだけまっすぐ膝も閉じてやっていきましょう。ですか。これがロシアンツイストです。でそれが終わったら今度はちょっと追い込む系のメニュー、アクティブカウンターってやっていきます。あ、すみません、マウンテンクライマーです。ここから足を前に、前に。体幹を意識して、体の位置はそのままで、足をやっていくマウンテンクライマーという動きをやっています。これもお腹を意識しながらやるようにしてください。で、最後1種目はプランクです。体をまっすぐさせて、この位置にキープ。これを2分間繰り返します。で、すべての体幹をやった後に、そのプランクをやっていくことによって、お腹の収縮っていうのが一番よくわかるので、それを意識しながら全部で10種目頑張ってやるようにしてください。